皆さんこんにちは。コロバラキグループと支える会の会長の大木です。どうぞよろしくお願いします。これから私たちの活動スマイルアースプロジェクトについてご報告をいたします。2018年度事業内容。1、外国人の生活に役立つ情報の体験会、水戸市内の公園、遊園地などを巡るツアー。2、外国人と日本人との情報交換の機会の提供、ふれあい広場、定期売金を。3、スマイルアースパーティー。4、多言語による情報の提供、子育てガイドペーパーの複数原文を作成の4事業でした。で、水戸市内の公園、遊園地などを巡るツアーでは、2017年に行った外国人の子育てアンケートの結果から知りたい情報として多く出されたグラフの中、丸印をメインに計画しました。2月3日の日曜日に外国人子育てガイドに掲載した子育て支援施設、子ども病院、そして公園を1日かけて巡りました。写真は大塚池公園と呉府市の里古墳公園です。お昼は手作りのカレーライスを作って交流しました。実際に訪ねてみることで水戸市への親しみが湧き、身近に感じてもらえる機会になったと思います。今回は1回だけの機会でしたので、その日のお天気、子どもへの体調、保護者の仕事の都合、他のイベントと重ならないようと計画を立てるのに苦労しました。ふれあいの広場の第1回、6月23日開催しました。写真はオセロを楽しみいるところ、ケーキバイキングのいろいろです。第2回の10月6日の写真は会の活動を紹介しているところです。そしてたくさんの親子が参加してくれました。第3回の12月1日の写真、多くの参加があり、写真は子どもたちと一緒にワイワイガヤガヤ、岩台横溝先生のゼミ生指導のゲームを楽しんでいるところです。第4回2月24日に開催しました。どの回も土曜日か日曜日の午後の時間を手作りケーキを食べておしゃべりをし、日本の遊びやゲームで交流しました。4回の開催で若い外国人から親子連れの外国人、そして日本人の家族も含めて約170人で盛り上がりました。外国人にとって住んでいる地域の人たちの交流の機会は、日々の話や生活を知る上で貴重な場であり、普段からいろんな場で展開していくことができれば、お互いの関わりが深まり、より身近でより親しいつながりができます。もっと多くの機会にいろんな場所で触れ合い広場を広げられるといいなと思っています。スマイルアースパーティーは3月17日に132人の参加がありました。私たちの活動に参加し協力していただいた皆さんへの感謝の気持ちを込めて、活動内容をパネルにして展示し、卒目報告する時間をいただきました。そして10カ国の手作り料理を味わうことができました。その後7カ国の音楽と踊り、そしてゲームを楽しむ今までの活動を締めくくることができました。外国人子育てガイドの作成については、水戸市にはすでに子育て総合ガイド部や学びがありますが、外国人が理解するのには難しいと思われるので、コンパクトで使いやすいものを作ろうと、2016年度から勉強会、外国人へのアンケート、中間意見交換会を行って皆さんの声をまとめることにしました。より身近な知りたい情報として、医療子育て情報、公園と広場、無料の自由施設の4点に絞り、
大きな B3 版の地図折りタイプにして停滞形のガイドにしました。で、委員の皆さんの手元にはすでにお届けでありますように2017年度英語版で裏にはひらがながつけて日本語を版をつけました。で、2018年度は中国語と韓国語版を作成しました。で、ベトナム語も原稿はできていますので2019年以降に作成をする計画をしています。で、また委員の皆さんの手元には届けてありますように広報誌2018年の版のグローバルキーは外国人のための情報提供ニュースレターとして日本語版英語版を作成しましたので広く配布しておきます。2019年度の事業についてフライ広場やフェスティバルの開催各種広報改正入管法と生活就労ガイドブックの勉強会の改正に向けて努力していきます。で、私たちのグループは活動経験も浅く活動資金も少ないのでできることには限りがありましたが、この3年間水戸市の文化交流館の方々の支えに支えられ共に活動することの大切さ喜びを学びながら成長させていただきました。これまで参加していただいた多くの皆さんの声を力に変えて共に活動する仲間を増やし各国の人たちの立場から考え発言住んでいる方住み続けたいと思うような地域作りを目指して頑張ることができました。温かいご支援を感謝しています。以上です。ありがとうございました。